平口衆議院農林水産委員長。はい、委員長、ただいま議題となりました法律案について、つきまして、提案の趣旨および内容をご説明、申し上げます。特殊土壌地帯災害防除および振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、昭和27年4月、議員立法により、5年間の時限法として制定され、以後、13度にわたり、期限延長のための一部改正が行われました。これにより、今日まで70年間にわたり、特殊土壌地帯における地産、河川改修、砂防、灌漑排水、農道整備、畑作振興などの事業が実施されてまいりました。これらの事業により、特殊土壌地帯における災害防除と農業振興の両面において改善がなされ、本法に基づく対策は、地域住民の生活向上に貢献してきたところであります。しかしながら、台風の襲来や近年の短時間強雨の発生頻度等が増加する中、依然として特殊土壌地帯において大きな被害が発生していること、農業上不利な土壌や地形条件を有している中、地域の特色を生かした競争力のある農業振興、多面的機能の維持・発揮等を図る必要があることなど、今なお対応すべき多くの課題に直面しております。これらの課題に対応し、特殊土壌地帯の振興を図っていくためには、引き続き本法に基づく対策を強力に推進していく必要があります。こうした観点から、本案は初期の目的を達成するため、本年3月31日をもって期限切れとなる現行法の有効期限をさらに5年間延長して、令和9年3月31日までとするものであります。以上が本案の趣旨及び内容であります。何卒ご審議の上、速やかにご可決くださいますようお願い申し上げます。以上で説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。別にご発言もないようですから、これより討論に入ります。別に ご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本は全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、再を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。